皆さんこんこにちはそれでは2023年12月担当に向けての科目別対策企業法を担当いたしますレック専任講師の森村です12月担当の対策を立てるにあたってはまず、えー、先頃行われた2023年5月担当の分析からしていく必要があるわけですが、えー、企業法に関してはほぼあほぼ。 変わらないですねまあささっと見ていきますと取材形式については、えー、取材数が20問配点がすべて5点問題詞が「あ」から「え」までの4詞ですねそして選択肢はその組み合わせである「あ」「い」から「う」「えー」までの6詞ですね、えー、受験された方はお分かりだと思います今日はあの本試験問題の、えー、冊子も配られていると思いますのでそれを見ていただければと思います。 出題分野数についてはまあ若干の変動はあったんですけども今回はあのその他というのが一問出ましてこれレックでは、えー、と担当上級講座とフォーサイト」というテキストを使って講義してるわけですけども、えー、第一分冊が設立株式機関の分野ということになってましてこの部分ですよね。 でこ,こからまあままああ例年大体10問取材されますねであと資金調達から組織再編までここまでですねここが第2分冊になってるんですけども、えー、第2分冊から6問出てますよねそして残りが、えー、商法金商法で,で今回商法が1問でその代わりにこの 陶器に関すする問問題がその他の他分野から一問出てます、ね、でこれも第三分冊ですので、まあ、要するに従来から、えー、そ,のそれぞれのテキストどこから出ているかっていうのは同じですね。でまあこれをご覧いただければお分かりのようにあのもうどこからでも出,出ると言いましょうかね特にこの分野は出ないからやんなくていいっていうのは企業法に関してはないですね。でまあ時々あの禁止法はコスパが悪いから勉強しないっていう方はいらっしゃるんですけども例えば今回禁止法すごく 点数取りやすい問題でしたのでところがまあ点数いくら取りやすいからといって一回もやっとかないとですねさすがに点数取れませんのでだからやはりこれは金賞法も、まあ、全く、えー、そのやらないというわけにはいかないというふうに思います。ででもほとんんどこれが全てなんですよね まんべんなくやるしかないですねとそのためには担当上級講座聞いてくださいポイントアップ答弁受けてくださいとあるいは一万一等を解いてくださいってことに毎年同じようになるんですけどもまあそれじゃちょっと話にならないのでえー、っと分析していきますでまず問題文の形式についてですけどもこれもまあずっと同じなんですよね正しいものが2つあってその正しいものの組み合わせを2つ選んでくださいねっていうことですね正しいものの組み合わせ問題1をご覧ください まあ内容には立ち至りませんけれどももうじきあの、えー、回答解説冊子が出ると思いますのでもう出てるかな、えー、それをご覧いただければと思います。まあ、正しいものの組み合わせですよねで1問だけ問題19が正しいものの組み合わせではなくてですね、えー、内閣総理大臣が公衆の従来に供しなければならない期間が同じものの組み合わせっていうふうに出てますけどもこれもまあ 同じものとして正しいものはどれかっていうふうに出題すれば同じですからねで、まあ、これは有価証券報告書と内部統制報告書を一緒に出さなきゃいけないので一緒で5年だねっていう覚え方でもいいですしあるいはまあ5年が基本なのでそれより短いものは個別に覚えておきましょうでもいいと思うんですね。発行登録書はちょっと,、えーっとえーまあ、変わった規定になってましてね発行登録が効力を失うまでの期間ということでコマーシャルペーパーは1年間その他の有価証券は 選択に従い1年間または2年間ということになっているんですけど、まあ、これもそんなに難しい問題じゃなかったですよね。で問題熟はですね前々,回の前,前々回というか前回と言いましょうか、ね、2022年の12月担当でもこういうような表現になってましたね正しいものの組み合わせではないということです、まあ、それを次回踏襲されるかどうかというのはあまり重要性がないので、まあ、それは。 全部正しいいいいいものの組み合わせとととうことでいいと思いますあと問題のテーマにつきましてはこれもまあ例年と変わらないんですけども問題文のこれ問題2ですけども冒頭に書いてあるんですよね会社の登記に関する問題を今から聞いていきますよっていうことなのでそういうところでの引っ掛けはないですねこれ全部の問題についてそうなってます問題3ちょっと早いですか大丈夫ですか問題3を見ていきますとこれも株式会社の設立しかも 第第編のその第1章の設立つまりあの、例えば新設合併とかの設立は除いて考えますよ普通の設立の分野ですよという,ようなことになってましたただ、これはです、ね、今後あのこのテーマの名示はなくなる可能性がありますので、えー、まあこれがなくても、ね、どこの分野の問題かというのがなくても解けるようにはしておいてほしいとは思うんですけどね。あと、えー、名を書書ききですね名を書きが これもたくさん出てました、なお書きっていうのが、ですねこのなお、例えばこれだと、種類株式発行会社ではないと、だからそこは考えなくていいですよっていうことですね、論文ではなお書きっていうのはものすごく重要なんですけども、担当式試験では、基本的にそこは除外して考えなくてもいいよっていう、そういうパターンが多いんです、ところが今回、ですね問題13だけは、えー、問題13ですね。 これだけは直書きが意味を持つ問題が出てました。問題十三ですね。で、うの足から見ていきますとよろしいですか？問題十三、うの足から見ていきますと取締役が取締役会の会議の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき取締役及び監査役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可とする旨の 取締役会の決議があったものとみなされる、まあ、いわゆる決議の省略ですよね書面決議とも言われてますけども決議の省略の制度ですよねでただこういう制度を採用するためにはその旨の定款の定めが必要でしたよねこれだから株主総会における決議の省略とは異なる点ということでしたよねでところが本問の場合には直書きでですね定款に別の定めはないというふうに書いてますのでここで生きてくるわけですね えー、これで、うの,の足が×だというのが判断できるということでを書きがちょっと意味を持ったという問題ですね、これは初めてですね、だから今後もですねその問題、足だけではなくてこの問題文の冒頭部分ですよね、このあたりはちょっと注意をして読んでいただきたいと思います。前々回の2022年12月担当でもですね、あのえっ、ー、と、あれですよね、あの 取締役会設置会社か非設置会社かっていうことが問題文の中でね問題文の足じゃなくてこの問題文の冒頭でそこのところをこう気付かせるっていう問題が出てた出てましたね一問だけ出てましたので今後もまあこういう ような形の問題は出る可能性はあると思いますあと判例につきましては判例は全部で五紙出てましたまあまあこんなもんかなというふうに思いますでただね出てた判例が問題2ですものすごい細かい判例が出てるんですよ、えー、右の足なんですけれどもこれなんかもう陶器の話でねこれもう司法書士試験だったらまあ それは出していいかなとは思うんですけどもこんな細かいことはちょっと判例として覚えてないですよねだからまあ判例に関してもまあ全て網羅的に判例を全部学習するっていうのはやっぱり時間の関係で不可能ですのでだからまあこれは勘を働かせるしかないみたいなところもありますねだから問題10なんかもそうなんですよ問題10はこれ「A、えー」あから「A」までの足全て最高裁判所の判例にの趣旨に合致してるかどうかを 判断させる問題なんですけどね例えば「あ」なんかこれ民事訴訟法の判例ですよねこんな細かいところまでもちょっとやらないですよね。で「い」の足はこれなかなか微妙でしょ取締役会の有効な決議に基づかないけれども大取りは招集しましたとただその招集期間が、まあ、14日必要なのに2週間前であること必要なのに、えー、2日足りなくて12日前だとこれ微妙ですよね。 果たしてこれが裁量棄却できるかどうかなんていうのはこの判例知ってないとなかなか答えは出ないところなんですけども、えー、これはこんな細かいところの判例までやるかなっていうのでちょっとこれも厳しいかもしれませんじゃあこのも問題10については正答率低いかというとこれうちでは正答率そんなにたくあ低くないっていうふうに判断したんですけどもというのは「うの足」と「えの足」で出題されてる判例というのがこれは割と皆さんご存知の。 とこなんですよね右の足を見てみると株主は事故に対する株主総会の招集の手続きに過失がない場合には他の株主に対する招集の手続きに過失がある時であっても株主総会決議の取り消しの訴え決議取り消しの訴えを提起することができないかってこれできるってことですよね。たとえその過失を受けてなくてもその結果、まあ、不公正な決議がなされてでその影響は受けるからですねみたいな話はしてますよね。 あるいは、絵の足もある議案を否決する株主総会の決議は新たな法律関係を生じさせ当該決議を取り消すことも新たな法律関係を生じさせるものであるからある議案を否決する株主総会の決議の取り消しを請求するというのは適法であるというとこれはそうじゃなかったですよね否決されてるということは決議はないんだからない決議を取り消せないでしょというような話ですよねだから、まうの足、絵の足はこれはわかるんじゃないかと思います特に絵の足はこれ過去問の足でもあるのでえまあそういうところで 全体としてはねあの足、の足はこれ多分やってないだろうというとこだとは思うんですけども答えは出たんじゃないかなっていうのが問題10でしたよねあとは、えー、と会社法施行規則やあるいは会社計算規則についてですけどもこれも結構な数出てましたよね問題8を見ていただきますか問題8ですねあも,うもう解説冊子はそろそろ出てると思いますので、えー、あの まあそちら見ていただければ全部これ書いてあるんですけどもね、えー、こういうところですね。これもねなかなかこんな細かいところまでこれを意識的に押さえていくっていうのはちょっと難しいですよね。ただあの足を読んでみると1人の株主が同一の議案につき書面と電磁的方法により重複して議決権の行使をした場合において当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものである時における当該株主の議決権の行使の 取扱いに関する事項要するにその矛盾があるようなことをしてしまいましたとその時取締役会は株主総会の招集の決定に際して定めることができるとこれはまあまさあの内容がねこの会社保し国則の63条4号ローを知ってる人なんてまあまあいないと思うんですよでもまあこれは定めてもいいだろうなぐらいの感じが出てきますよねあるいは井の足これはどうでしょう井の足はこれは分かりますよね井の足は 1000人以上である場合には、えー、とその書面による議決権行使ですよね、それを定めなきゃいけない、これはわかると思うんですね、イノア氏はね。で、ノの足ですけれども、株主総会の招集の通知を発するに際して、こうすべき議決権行使書面には、各議案について、危険を記載する欄を設けることはできないと。いや、これは設けてもいいだろうなぐらいのことは、まあ、分かりますよね、だいたいね、雰囲気としてね。だからウは、まあ、これは罰だろうなということになりますよね。で それでまあ判断できるかなっていうところですね、絵の端はちょっと難しいですよね、えー、公開会社の債権者は裁判所の許可を得て当該公開会社の営業時間内はいつでもその請求の理由を明らかにして当該公開会社に提出された議決権交渉面の閲覧または当社の請求をすることができると、これはなかなか判断微妙ですよね、債権者も利害関係者には当たると、ただしこれってのはそのは株主総会の議決権の行使ですから、株主でない 物については閲覧させる必要もないなとも判断できますよね。だから絵はちょっと微妙なので、ですからこれについては、いの足とうの足で切っていくしかないということですよね。はい。あと、会社則を見ておきましょうか。もう時間20分しかないのでね、あんまり細かい分析もできないんですけども、あの足はどうですか、ね、これは難しいですね。これは難しくて、これは間違えても。 しょううがないいとこでですすよねも、うん、も細かまあ絵は論文ではねこれ論文で出るんじゃないかと思ってるとこなんですけども担当ではなかなかこれ難しいですよねだから会社方式規則とか細かい判例とかっていうのはもう網羅的に全部やるっていうのはちょっとこう無理だっていうふうに思った方が いいいかもしれないですね。あるいは会社計算規則の問題3ですね、問題3を見てみると、まあ、これ、絵の足が会社計算規則の足なんですけども、まあ、細かいですよね、細かいですけど、これ、皆さんはご存知のとこですかね、仮装払い込み、その出資を仮装した場合に、その金銭の支払い義務を果たしたと。でそそののの時にその他資本上有金の額は、 当該義務の履行によって支払われた金銭の額が増加するということですけどもまあそれは実質的に払い込みがなかったものが払い込みがあったことになるのでこういう処理になるかなということなんですけどねこれもでも企業法の足としては非常に細かいですね。で次計算則もう1つついでに見ておきますとこれもまあ同じでしてこれも皆さんはご存知のとこですかね。自己株式の取得価格を どういうふうに計上するかというとこれは資本の控除項目として計上するということでこれも皆さんはお分かりのところですかねまあ企業法に関してはこれもかなり細かいところだと思いますで次改正点ですね改正点につきましてはえっとこういうことですねで今回あの回答冊子をそのもう,もうそろそろ出てると思うんですけどもその レックのウェブサイトに行けば上がっていると思うんですけどね。その最後のページに、志村先生が、えー、その今回の、えー、と、その担当式試験の公表っていうふうに書かれてまして、私が今しゃべっていることも、ほとんどその内容とえかぶってくるんですけども、例えばその改正点についてですよね。えー、電子提供措置を取らなきゃいけないっていうようなことで、ええ、令和元年の改正点ですよね。で、令和元年の改正点絡みとすれば、この問題9の他に。 えと例えば問題11の社外取締役の設置強制、えー、ですよね、うの足ですよね、これなんかも出てますよね、でまあ、今後ももう、その令和元年の改正点というのも、まあ、その前の改正である平成26年の改正というところとまあ同じようなレベルで、えー、まあこれからも出てく,出てくる、取材すられる可能性はあると思いますね。 もう一つ、令和元年の改正としましては問題16ですね社債管理補助者ですよ、ね、まあこれもこんな細かいところまでは勉強してない方多いでしょうね利益相反の関係の時はこれ特別代理人を選任せよっていうことなんですけどね。えー、社債検集会でね まあ裁判所がこんなことまでしてくれないよねっていうぐらいのところで判断できますかねでもそんないい加減な判断だとなかなかね合格点取るのは難しいかもしれないですね。はい、であとは、えー、っとこれはもう志村先生ご指摘の点なんですけども問題4なんかでそのこれからはそのポイントを押さえた勉強っていうのが大事なんじゃないかっていうのをその先生おっしゃってるんですけども例えば「あの足」でね えとそのその条文って長いじゃないですか長い条文は長いですよねだからそれ聞かれるとそれはどこかっていう,ういうところを注意して見ていくっていうことですよねだからまあ条文っていうのは普通7点人があって条件がいくつか書いてあって最後にえその述語が書いてあるあれしなきゃいけないとかこれしちゃいけないとか書いてあるっていうんで大体3分割すると。 覚えやすかったりするんですけどもあの話ちょっと読んでみますと法規設立の場合において定款で設立時取締役または設立時監査役として定められたものは当該定款につき交渉人の認証を受けたときにそれぞれ設立時取締役または設立時監査役に選任したものとみなされるとこれポイントは何かというと株式会社の設立は4段階に分かれますとで1番目が定款の作成ですよねで作成して認証すると。 入所を受けると2つ目が出資の履行で出資の履行するとその人が社員として確定するわけですよねで3番目が期間の選任4番目が設立登記ということですねでこれは一個一個ステップ踏んでいかなきゃいけなかったですよね、えー、そうするとこの期間の選任というのは本来は3番目にこうなされることなんですよねそれをまあ法規設立だからまあどうせ、うん、社員になるのは法規人だけだからだったらもう定価の作成段階で 定に記載しとこうっていううういいそ弁法を認めたわけですよねしかしこれあくまでもその本来3番目の、ねえー、と出資の履行が終わってから機関の選任すべきなんですからだとすればいつその設立事役員が設立事役員になるのかっていえば出資の履行が完了した時だっていうそこがポイントですよっていうことですねまあこれは講義でもそういうふうにお話ししてるので大丈夫だとは思うんですけどねあとは絵の足なんかはこれはなかなか分かんないですよね。 うんと要するに、総理総会の決議によって、えー、譲渡制限株式になっちゃいましたとその時はまあそれは株主にとって冗談じゃないですよね。だとすればその総理総会において当該決議に反対したものは当該株式会社に対して事故のゆする株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるか株式買取請求権があるかという問題なんですけどね答えはなんですよで考え方としてはねそのこれ正解は引き受けにかかる意思表示の取り消し。 なんですけども、まあ、それって言ってみれば、その株式買取請求権と、まあ、似たような効果はあるんですね。ただし、これ、設立段階ですから、まだ会社が成立していない以上、株式も成立してないんですよね。だったら、成立してない株式について、株式買取請求権を行使することができる。なんていう場合は、それは設立の段階ではないですよねっていう、そういう話ですよね。だから、まあ、これも、その抗議の中ではね、これは引き受けにかかる意思表示の取り消しなんですよ、と。 ですからその株式買取請求権って出たら罰ですよって話はしてると思うんですよテキストでも多分書き込みもしてると思うんですけどねまあそういうポイントをしっかり押さえて勉強するってことが大事になってきますよねもう一つ最後にそのポイントの暗記というところでこれは株式分割と株式無償割当てのところなんですけどねその違いということなんですけれどもまあこの 絵の足が分かるかどうかということはなんですけどもこれはもう講義の中でね株式分割には基準を定めなきゃいけないけども株式無償割当については基準日を定めなきゃいけないという規定はありませんよといろいろ調べたけどもその理由は定かではないですよみたいな話はしてたので大丈夫だとは思うんですけどねだからこの辺りのところもそ,のそれぞれポイントを押さえた学習というのが必要になってくると思います。 ということで、で今回ね、そのちょっともう時間来ちゃいましたけども、今回、その難易度が、まあ多分ですよ、これまだ結果出てないので定かではないんですけども、あの今までずっとこの難しくなる、えー、この、ここからずっと難しくなる歴史だったじゃないですかで、まあこの辺でそこを打ったかなと思ったんですけど、またさらに難しくなったりしたんですね、でところが今回、まあその平均点で50%ぐらいって予想を立ててるんですけども、まあこれについては、要するに、あの 今まで通りね、細かい足は出てるんですよ。細かい足出てるんですけども、さっきちょっと見たように、その、他の足とのこう比較で、まあ、答えはこっち出るかなと、あるいはその、迷った時に正解の方を選択するっていう傾向が強い問題が、そういうのが何問も出てたので、まあ50、50%ぐらい平均で取れてるんじゃないかなというふうには思ってます。ですから、足の細かさが、 変わったわけじゃないんですよ。だから、その足それぞれの難易度というのは今までと変わってないです。このやたら難しかった前回とそんなに変わってないですけども、もたまたま足の組み合わせがね、割と平均点が高めに出るような足の組み合わせなんじゃなかったかなと思います。ですから今後の対策、12月担当に向けての対策としても今までと変わらないです。最初に言いましたように、担当上級講座を聞いてくださいと。全18回を聞いてください。そして一問一答を解いてください。さらに ポイントアップ当然でこれはまあ最新の判例なんかもそこで出題しますので、えー、それで勉強していくということしかないですよね。企業法っていうのは基本的に条文と有名な判例しか出ないわけですからもうそれを抑えていくとでどんどん知識が増えていけば増えていくほど点数はそれは確実に取れる可能性ってのは高まってきますのでねですからその知ってるか知らないかというだけの問題ですので知ってるという足をできるだけ増やしていくと。もうただだ、えー、それだけの 科目ということになりますはいちょっとすみません時間オーバーしてしまいました、えー、企業法はこれで終わりますどうもお疲れ様でしたはい、えー、それでは、えー、合格発表後の12月に向けての科目別対策監査論、えー、やっていきたいと思います、えー、草加ですよろしくお願いいたします えっと、まずですね、問題3ですね。これはもうちょっと申し訳ない。謝らなきゃいけないですね。問題3は、回答が、ええー、まあこ、違ってたということで、まあ、言いたいことはいろいろあるんですが、まあ、ここはね、本当申し訳ない。あのー、一応、回答解説冊子をレックとしても作成してまして、そこでね、あのー、細かい内容は書いております。まあ、あのー、我々の見解もね、正直正しかったと思ってるんですが、まあ、回答はああいう形になっちゃったんで、申し訳なかったということです。で、えー、じゃあ、もうそれは置いといてですね、あの、申し訳ない置いといて、えー、これから どうやって勉強を、ね、12月に向けてやっていくかということをお話ししたいいと思いますで、えー、まず今回の本試験はあの思ったほど点が伸びなかったのかなというふうには感じているんですが、えー、じゃあ何割ぐらい取れてたら今後どうすべきかということでねでまずまあ私の基準としては6割,です、ね、6割ぐらいできていた方は、えー、まあ次は講義はなくてもね。 担当ポイントアップトレンと問題集、まあ、公開模試これをやり込めばいいかなと思います一方で6割を切っていた方は、まあ、講義をもう一度聞いていただいて問題をやるっていうのもありだと思っているんですがここでね6割っていう単純な基準だけじゃなくて今回は問題の難易度がかなりね何、えー、ていうんですかね簡単な問題と難しい問題で差があったと。で 正当可能性の高い問題がほとんど合ってた方この方はもうね抗議はいらないと、まあんまり言っちゃっと怒られちゃうかもしれないですけど抗議はなくてとと問題集これだけででいいと思うんですね一方で、まあ、6割以上取れてたんだけれどもでもあの正当可能性が高い問題結構間違っちゃってたこういう方はですねやはりね抗議、まあ、を聞いていただくのもいいかなというふうに思ってますので、えー、今回特にその正当可能性高い問題と中低い のレベル差が、ね、結構あったんですで、えー、特に問題910もう覚えてますけど問題9以降で正当可能性が中程度なのは13だけで問題9から20まであの13を除いて全部正当可能性高かったんですねですからそこのところがどうできてるかあの、まあ、前半はね正当可能性が高かったとしてもちょっと会社法とかね 会計書とかなかなか難しいところがあるので問題９以降の問題で何割取れたか、えー、これで、えー、まあ大部分取れたよっていう方はね、えー、次は通連と過去問題集ということでいいかなと思いますで、えー、もう一回ねあの監査論としてやるべきことを整理するとまあ講義は必要な人でもうあとねもう 限られてます本当に今言った通り問題集で問題集は全9回分の問題が載ってます、ね、でこれは問題集の発行時期の問題で、えー、この間の令和5年5月担当は載ってませんので令和5年5月担当は別途、ね、ご自身でダウンロードしていただくなりしてでそれ以外に9回分過去,問題が過去の問題が問題集に載ってますのでそれだけは、ね、確実にやっていただきたいんです、ねえー、何度も言ってますけども 過去問が同じ選択肢が焼き直しあるいはそのままほぼそのまま出るということが監査論では正直ほとんどなんですよだからあの直近5回分だと、ね、あの6回前とか7回前から出ることって結構あるのでやっぱりね10回分、まあ、前回の担当も含めて10回分やっていただくのは本当にいいですその時に毎回言ってますけども問題として解けるかどうかではなくて選択肢ね、えー、この選択肢は正しい ここれとこれと A と B と C の要件が入っているので正しいとかこの選択肢はここの部分がこういうふうに間違っているから×なんだというところで選択肢1個1個でしっかり判定できるようにしていただくこれがもう本当に大事ですで宣伝するわけじゃないんですけど今回は、ね、あの担当上級クラ講座も3倍速講座もあの分野別の問題集にしました。 なので、えー、皆さんにね、分けていただいてたんですけども、問題集を会計書なら会計書でボンとまとめて、えー、財務省を監査なら財務省を監査でポンとまとめた問題集に変、再編してますので、まあ、それがついてきますんで、ぜひね、まあ、活用される方は活用していただけばいいし、自分でね、別に分野別に、あの、背拍しとって分けれるよっていう方は、それでいいです。 なので、まあ、やっていただくことは本当に、ね、講義、必要な方講義、問題集、ポイントアップ等連5回分、公開もし1回分、もうこれ以外はやる必要ないです。で、えー、正直ね、別にどこの予備校でやっていただいても、私は正直、まあいいと思って、どこでも受かる力はつくんですけど、あの、複数の予備校の 教材をやるっていうのだけはね、やめた方がいいと思ってます。もう十分、あの、レックでやっていただく方はレックで十分対応できますので、それ以上は手を出さない。だから逆に言えばね、それ以上やってる時間があったら他の科目をやった方がいいと思います、ね。リスクアプローチですよ。今日もね、あの、担当上級クラスで言ったんですけど、 間違いやすいところに重点的に監査資源を投入する勉強もそうですね皆さんが苦手なところに重点的に勉強の資源を投入してできるところをそれ以上やらない、ね、得意科目はいくら得意にしても論文であんまりメリットないですからね、えー、論文でおそらく傾斜配点でしょうからみんなができるところに点を振るみんなができないところはいくらで,あのできたとしても1点とか2点しか振られないっていうことがね、えー、想定されてますから、えー、まあ担当もちろん担当大事ですけども論文も考えるとやっぱりね 得意なものをどんどん得意にするよりは苦手をなくすこれが鉄則ですね。で、あと監査論で、まあ、これ、いつもねあの、私は言ってしまうところなんですけども、換気法と品季法の読み込みね、ここがあのどこの点数かっていうとね、6割ぐらいは、あるいは6割5分、もっと言うと7割、このあたりって、正直、換気法を読まなくても、そこぐらいまでは、ね、頑張ればいくんですよ。ただ監査でもしね あの担当でぶっちぎりたいとかあとは論文のことまでも視野に入れて勉強しておきたいんだっていう方はですねそこの プラス5点10点プラスアルファやるためにはそこは換気法の読み込みというところは、ね、大事ですただ読み込みもむやみやたらに読み込むとそれは時間ももったいないしどこを、ね、ポイントとして読んでいいのかっていうのは分かんないと思いますのでやはりねこうやって問題集とかポイントアップ答弁を解いたときに例えば換気法の450の第5項だとかいうふうに書いてあったら450の第5項で 見るとですね漢記法って5項だけじゃなくてひとまとまりの文章が4項5項6項あたりで、ね、どんとこ文章になってたりするんですよ。なのでそれは漢記法を見ればわかるので、えー、見ていただいてひとまとまりの文章を読むことでさらに理解が深まりますので問題の、ね、回答で450の4項って書いてあったら4項を読むだけじゃなくて345とか456とかひとまとまりのところを読むとさらに力がつくと思います。 で、これが換気法と品気法の読み込みって話ですね。で、えー、あとね、改定全部ね。これ、監査基準の改定についてってやつ。これは、やはり今回の担当見ててもよく出るのが平成14年ね。もう14年は、これはね、改定全部は、あの、もう読み込むしかない。これはもう全部大事です。で、平成14年、あと17年。 そして平成30年ね。カムが導入されたのが平成30年なんで30年。あとは令和2年のリスクアプローチのところ、えー、固有リスクと統制リスクを分けて評価するんだというね。この部分、この平成14、17、30、令和2年、このあたりの改定全文は読み込んどいて損はないと思います。論文にも役立ちます。じゃあ、 今度、ね、この中で聞いてくださっている方の中でいや、監査論は結構できたんだけど他の科目で落ちちゃったんだよとかね、えー、まだ受けられてない方もいるかもしれないですけども他の科目が悪くて監査論は結構7割ぐらいいけたんだという方はですねもう監査論に関してはあの論文講義を受けていただいても、ね、正直いいと思ってますし、えー、もっと言うとプレトーレンというね、トーレンと論文グレードアップトーレンって2つ論文にはトーレンがあるんです。プレ,トーレンはあの プレレっって言って言ますけど本試験レベル実はで論文グレードアップトーレンは、まあ、もうちょっとそれを応用してるようなレベル感なんであのプレトーレンだけやっても結構論文の本試験受かるレベルまでいけるんじゃないかって思ってるんですけどで一方でプレトーレンは担当的な要素もちょっとねあの入ってたりするので、まあ、担当的な要素というか担当でも聞かれる要素が入ってることが多いのであのもし監査論は担当できたよっていう方は論文講義でもう一回ねあの講義を先に紹介しちゃって プレトーレンという論文を書く答弁をやりながら担当の力を引き上げるこれもできますので監査に関してはそれも1、ね、つの方法だと思いますし意外とそれで受かってくださっている方も結構いるので、まあ、あの今の現状に応じて、ね、やっていただければと思っています。で今回、ね、配お配りりししたたレジュメは大した話じゃなくて、ねえー、ここにある通り、まあ あの換気法の,あの付録としてね、換気法のこう順番で、えー、載っている、こんな、えー、ちょっと画面がね、えー、これですかね、換気法の順番にタイトルを載せているんです。でえー、これをです、ね、皆さんに、まあ このレジュメのこの QR コードすでにお持ちの方もあのお伝え済みの方もいると思うんですけどもあの換気法はどこでじゃあ参照すればいいんだといった時にこの QR コードを読み込んでいただくと会計士協会のホームページに行きますでイメージとしてはこういうふうなサイトになっていて換気法がねこうやって載っています。 で今です、ね試験の、試験を見るとこの現在適用版じゃなくて最終公表日に書いてあるこっちの方が出てますのでもう最終公表日の方で、ね、見ていただければいいです。というのは例えば、品規法の1号、ね、これ監査事務所における品質管理は あの現在適用されているのは2019年に出た品規法1号なんですけどももう新しい2023年1月に出たこの品規法が試験では出るって言ってますから基本的に、ね、グループ監査も新しい600が出るって言ってますので最終公表日の方を あのダウンロードしていいいただければいいですこれで換気法をダウンロードして読んでいただく逆に本は買っちゃいけないですね、今ね、会計士協会から監査実務指針集とか中央経済社から監査法規集って出てますけど、あれは2年前の改正までしか反映されてないんです、なので本は今、使えませんからね、なのでもうしょうがないですけど、ここのサイトからダウンロードしていただくということになります。で えとまあ、特にね6ページと7ページで換気法の構成として、まあ、論文も含めてもう皆さんね監査は担当論文あのもちろん担当に受かることが大前提なんですけども論文もそのまま知識が生きてきますのであの、まあ、この換気法はしっかり しっかり見といた方がいいんじゃないのっていうの番号はとりあえず、ね、簡単にお伝えしたいと思います、えー、まあ上からランク付けしますかねちょっと時間が45分あるので上からランク付けしましょう序、えー、っていうのはね、まあ、ここはねあのちょっとあの言葉の定義とかがあるのでこれはまあ辞書代わりに見ればいいので、えー、まず200これは A ランクですね200は A ランクもうここは絶対、えー、で A ランクっていうのはもう基準だけで読み込んでもいいやつです B ランクというのはなんかあの問題で出てきたときに参照すればいい C はもう本当にです、ね、あの参照もしなくてもいいかなというぐらいのレベル感で聞いていただくとまず200は A ですねで210は B。 220。まあ、これもね、あの、最初から読むと辛いので B にしときます。で、監査調書。まあ、これも別に出てきた時に読めばいいので B。で、240は A ですね。これはもう読み込まない。読み込んでほしいなっていうところ。ろ法令の検討はこれも出てきたら読めばいいので B。監査役と,とのコミュニケーション。まあ、ここはね、そんな、あの、長くないし結構出るので、これは A ランクにしときます。265は B ランク。 で監査計画も B ランク315とか大事なんですけどもこんなの最初から読んでたら死んでしまいますので時間ないので、ね、B ランク出てきた時に読めばいい320これも大事なんだけど出てきた時に読めばいい330も大事だけどもあの最初から読むほどのものではないで400にはこれ C ですねこれはほぼ出ない出る可能性低いので、まあ、問題で解ければいいかな、えー、参照するまでもないと言ってもいい,い,い基準ですね450これも、ね、出てきたら引きましょう B ランク 監査証拠も大事なんですけど B ランク501も B ランク,ランク確認も B ランク初年度監査の機種だねで分析的手続きも B 監査サンプリングはねこれ問題で出てきたときにあの問題解ければいいですよ C ランクで会計上の見積もりこれはね難しいのでやっぱり出てきたらあの引けばいいと関連当事者も B ランク後発事象も B ランク継続企業も B 経営者確認書も B とで600のグループ監査 ま、古い基準のままになってますけども、グループ監査におけるね。えー 高良時効という新しい基準はここもねまあ出てきたときに聞けばいい B ランクそして六百十この辺とか六百二十もまあ B B ですよね、えー、ということで、えー、あとまあ次のページで七百はまあここはね基本的なので一応ここはひ一通り読んでいてもそうはないと思います A ランクで七百一のカムですけどもまあこれもね大事なんですけど出てきたとき聞けばいいとで七百五 B あの除外事項付き意見ねでその他のお事項区分とかまあ強調事項この の追記情報についての706も B ランク710、で可燃度の、ね、比較情報も B でしょうね、その他の記載内容、これも最近トピックでありますけども出てきたとき聞けばいいので B ランクで800、805、810、まあ、この辺はですね、まあ、C ランクでいいと思いますね。 はい、で監査人の抗体 B ランクの中間監査 C ランクということで、まあ、A のところはですね、えー、最初から最後まで文章として読んでいただいてもいいかなとそんな数ないですよ、ね、A は環境200と240と,、ねえー、っと260か200 240 260とあとずっと B ランクとか C ランクで700ですからね、まあ、このぐらいはねちょっと読んどいてもいいかなという,ふうに思っています。はい なので、まああの、そろそろ、ね、時間なんですけども、監査論はとにかくやるべきことは明確で、講義は必要な方、あの不要な方いると思いますし、えーまあ、あの問題集。 ポイントアップ当連公開模試とで、えー、担当上級は普通の講義3倍速講座は過去問を一緒に10回分解きましょうというそういう講座なので、まあ、あの人あの必要に応じて選択いただいてければと思いますけども、まあ、どの方も、ね、ポイントアップ当連はあと公開模試はやったほうがいいと思います、はい、じゃあ、えー、と今日10分までですね、はいえー、そしたら管理会計論二宮先生に変わりたいと思います、えー、じゃあちょっとお待ちくださいお疲れ様でした はい、えー、それではですね、えー、こちらの、まあ、12月担当に向けた対策ということで、まあ、管理会計論の方を担当します二宮です、よろししくお願いいますはいえっと、昨日、ですねあの今回の5月担当の合格発表です、ね、まあ、ありましてで、まあ、管理会計についても平均点なんかが出てきましたけども、まあ、管理は34.5%ていうのが平均点で。 大体まあ他の科目がまあ40%半ばぐらいだったので、まあ、ちょっと他科目よりも、ね、管理会計は難易度が高かったのかなというところがうかがえるわけですが大体、例年、管理の平均点って40点半ば前後になることが多いので、まあ、今回はそれよりもまあ10点分ぐらい、ね、下振れしているので、まあ、計算と理論で1問分ずつぐらいです、ね、あのまあ回答がまあ難しくなってしまっているというのがあの直近の試験のまあ難易度だったということにはなります。 まあこれはちょうど令和2年の,あの第1回の試験とかと、まあ、同水準のレベル感にはなっていて、まあ、当時の試験というのは、ね、過去の試験を振り返ってもこれかなり難しかったなという、ね、そういうい印象を、ねえー、まあ受けるようなレベル感だったので、まあ、それと同レベルですから今回も、まあ、過去最高とかまでは言わないですけども、もかなり難易度的には高いものがあったかなとは思います。ただ、まあ あの受験生の皆さんとしてはねあの、まあ、受け終わってから、まあ、なかなか、まあ、今回厳しいなというところでねあのいろいろ思うところあったのかなと思うんですけど、まあ、結構、この講師の立場から見ると今回の問題とかっていうのは割と管理会計いい問題になっているのかなとは思いまして、まあ、というのもちゃんと勉強して内容的に理解されていて、まあ、演習量とかも、ね、かなりあの確保されてきた方であればそこそこ点が取れる内容になっていると。 あの決して別に解けない問題が入っているわけではないので、まあ、時間制約の関係で、ねまあ、焦って間違えるとかっていうのは、ね、多々出てくるかと思いますけど、まあ、時間無制限でやって解けないとかっていう問題は多分問題14ぐらいなのかなと思いますので、まあ、業務的意思決定の問題になりますけど、まあ、この問題以外は別に時間があれば、ね、落ち着いて対応していけばできなくはないレベル感なのかなとは思いますので。 まあこういうレベル間の問題になってくると、まあ、本当に受験生の、まあ、そういった計算力というところが、まあ、本試験の得点にもかなり反映されてくるのかなとは思います。 まあその一昔前の,、ねまあそのいわゆる難しかったと言われた時っていうのははっきりと簡単な問題とはっきりと難しい問題っていうのが分かれていたんですよ、でトータルで見たら難易度は結構高いよねって話だったんであのその場合だと、ね、簡単な問題っていうのは別にあの上位、そんな1%じゃなくても、ね、あの上位で40%ぐらいの人とかでも全然取れるという感じで。 で難しい問題は上位1%パーの人でも結構解くのが難しいみたいなね、ね、まあ、そういうような、はっきり、ね、あの明暗が分かれるというか、まあ、問題の難易度にムラがあるようなね、ねそういう問題になってくると、そんなに受験生のレベル感というところがね正確に反映できないと思うんですけど。 まあ今回のように、どの計算問題も大体、レベル間としては中程度というかまあ中から高の大体、レンジに収まってくるかなというまあこういうレベルになってくるとあのやっぱりしっかりできる受験生というのは点を取ってくるのかなというところですね。 だから、結構試験終わった後に、あの結果の報告とかを受けて、まあ、すごいできている受験生っていうのも一定数いて。で、やっぱりできてない受験生っていうところもかなり多いってところで、まあ、割とその。二極化っていうのが進んでいるような印象は受けますね。はい。<laughs> で、まあ、今回ね、まあ、皆さんがどれぐらいの点数になったのか、ちょっとわからないんですけども。あの、まあ、一応目標点数としてはね、本試験当日にも出しているんですけど、まあ、五十九点。 6と、まあ、大体60%ってことになります、6割ですね、まあ、6割っていうと、まあ、あんまり感覚的に分かりづらいところがあるのかなとは思うんですが、まあ、計算4問と理論6問正解すれば大体6割になってくるので、まあ、計算については、まあ、半分は、ね、何とか死守するっていうところが、あのー、こういった受験というか、ね、この管理会計の試験に臨むにあたっては感覚的に重要になってくるのかなと思います。 まあ計算は最低限半分取るんだと、まあ、逆に言うと半分取ったらねあのなんとか合格ラインというかそこまで足を引っ張らないレベルにはなってくるかなとは思いますので8問のうちの4問をなんとかあの死ぬ気で取っていくとそこの感覚が大事ですねでも理論ではね基本2ミスで抑えると、まあ、多くても3ミスですねミスできれば2ミスで多くて3ミスってレベルで収めていかないとあのなかなかね 全体とととして足を引っ張るることになるかなか思いますんで、まあ、今回、ちょっと理論もね全体の難易度としては最近の試験の中だと難しい方なのかなと、まあ、思うのであの思うように点が取れなかったとっいう方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、とはいえね問題1と問題9以外はそんなにむちゃくちゃ判断に悩むような問題っていうのは出てないというか、まあ、原価計算の分野については他の理論っていうのはあの割と簡単ですから。 比較的点が取りやすいというか、一問一答しっかりやっていれば、ね、十分点が取れた内容になりますので、ね、まあ、やっぱり2問ミスぐらいでな、ね、んとか抑えておきたかったかなという、まあ、そういう印象はありますね、はいでまあ、次の,その12月の試験でじゃあその計算4問と、まあ、理論6問ですね、まあ、これをまあ確保していくためには具体的に今後どういう対策を取っていけばいいのかというのが今日の、ねあのー、テーマにはなってくるわけですけども。 ただまあとは言ってもそんなに何かアクロバティックな勉強方法とかがあるわけでもないのであの粛々とね基本的なことをやっていくしかないわけですけども、まあ、計算対策だったら基本的に問題集っていうのをやっていくしかないわけですよ。で問題集についてもね、 あのどれぐらいやったのかっていうのがかなり個人差があるとは思うんですけども、まあ、レックだとこの担当上級の問題集ですね、まあ、2冊分管理会計ありますけども、まあ、この問題をとにかく隅から隅まで、まあ、ほぼ完璧に仕上げていくっていうこの作業が大事にはなってきますでも今の試験ねもう瞬発力で解いていかなければいけない部分がありますのであの何かその問題を見ていく中でね、まあ、この計算ってどうだっけなみたいな まあそういうことを、ね、考えている暇っていうのは当然ありませんのでもうあの計算の基本的な手続きについてはよどみなく行えるようにしておかなければいけないのでその記憶の引き出しのところの一番、ね、あの前面のところに出しやすいように、ね、知識を入れておく必要性があるんですよでそのためにはもうとにかく問題集の回転数を上げて、まあ、頭の中を、ね、あの計算一色にするぐらいの感覚で、ね、やっていかなければいけないと。 で問題集とかもその2回3回とかじゃなくてもう基本的にもう何回転でもやってもらっていいかと思うんですけども一つの目安としてはやっぱり1日で1冊は回せるようにしていくと1日1冊今日原価計算分野今日管理会計分野とかっていうふうに1日で1回転できるっていうところが一つの目安になるかなと思いますこれってまあ相当な回数やり込まないとねそのレベルにはならないというかね あの基本何か下書きとかをね一から作って計算問題解いているようだとそのレベルにはならないんで初、まあ、めのうちはもちろんそういう下書きは作らなければいけないんですけどもあの何回か何あの繰り返しやっていくうちにもう一から書いていく必要性っていうのがだんだんなくなってくるはずなんで。 まあ最終的にはあのほぼ全ての問題で何かそういった、ね、下書きとかを書かなくてもだいたい回答のアプローチというか、まあ、この問題の論点が何なのかというのをつかめるように、まあ、なっていれば、ね、1日で1冊1回転していくとかというところも全然できるようになっていきますのでそうなってくるとも頭の中が完全に、ねあのーまあ、計算の知識でもタプンタプンになっている状態ということになりますから。 もう記憶の一番前面のところにねいつでも引き出せるような知識っていうのが頭の中で整理されている状態になっていきますんでそこをまあ目指していくっていうのが、まあ、今後の対策かなともう正直何か効率的なやり方とかっていうのはないのでそこはもう地道にね、あのー、ちょっと泥臭いかもしれないですけども,もう量をやってここは改善していくしかないんだと、まあ、そう考えてね対策は取っていただく必要性があるかなと思いますで じゃあ具体的にじゃあ目で解いたりするというのはあのどういう作業なのかというと例えば今回の問題でいうとこの問題の2番、日目別計算の問題がありましたけど、まあ、この問題の2番は、ね、事前の知識として知っておかなければいけない内容というのはこの定時外の作業手当を間接労務費として処理するというところですね。 定時外作業手当を、まあ、これは消費の陳率の中に含めずに別立て計算して計算した金額っていうのを間接労務費、まあ、製造間接費の中に含めていって製造間接費の配布計算っていうのを通じて製品玄関の中に残業手当を含ませていくっていう、まあ、そういう計算が問われている、まあ、事前に必要な知識はそこなんですよでそれを分かった上でこの問題はちょっと資料が見づらく作られていてで賃金勘定の整理が 問われていますけど、まあこの「あ」から「き」までね穴埋めが問われていますがこの「あ」「い」「う」「え」あたりっていうのはここは別に難しくないわけですよちょっと「音とかはね、あのー、間違えるかもしれないんですけど「あ」から「エまでは別に難しくなくて、まあ、これ当月の支払額、まあ、借り方の「空欄」「アのところっていうのは まあこれ当月の支払い賃金を計算するわけですから、まあ、この資料5番の直接項だったら4月21日から5月20日まで、まあ、この1か月間が給与計算期間なんでこの4月21日から5月20日まで働いた、まあ、こちらの定時内の作業時間と残業時間に対するここの対価を、ね、計算してあげれば、まあ、この支払い賃金の金額が求まるなと。あとは 関節口の支払い賃金の金額これを加えてあげれば空欄 A の金額が求まるなっていうことが分かりますんでねここの支払い賃金はここを集計すれば、まあ、答えが求まると同様に当月の未払いであればこの5月21日から5月31日まで、まあ、この期間、ね、労働力の提供を受けているわけですけど、まあ、この対価が未払いになっていると。 でこの時間に対する、ね、金額っていうのを求めて間接口についても当月未払い60万900円というのを集計してあげれば、まあ、この空欄「い」の回答っていうのが求まりますよとあと「い」後 e、が求まれば「う」はその合計なんで「え」A、についても「前月未払い」はこれ同様に4月21日から4月30日までの、まあ、この提示内の時間と残業時間に着目してこの金額を求めて 関節工の前月未払いの金額っていうのを加えれば絵が求まりますのでもう部分的に資料を見て計算してあげればねあから絵までというのは別にそんなに難しくなくねあの回答を埋めることができるとで。おとかがまあちょっと難しいというかまあこの問題では、この「お」の仕掛かり品勘定に振り替えていく直接労務費の金額は直接作業時間が与えられていないのでまあこの提示内の作業時間と残業時間の合計の就業時間 そこから間接作業時間と手待ち時間を引いた残りが直接作業時間であるっていうそこの知識に基づいてこの5月1日から5月31日までのここのここかここですねここに着目して計算をしていくとこの就業時間のところから間接作業と手待ち時間を引いてあげればね 直接作業時間が求まりますので、まあ、こういうふうにね、あのー、実際にも1回解いた問題で、まあ、2回目3回目っていうふうにやっていくにつれて、まあ、この部分っていうのはどこの資料から引っ張ってくればいいんだとでこの問題は何がねあの間違えるポイントだったのかっていうその辺のところをね、あのー、3回目4回目とかっていうの解き直す中でね確認ができれば、まあ、実際に一からね何か電卓とかを入れなくても全く問題なく回答はできるようになっていくのかなと思いますんで。 まあそれがまあ目で解くっていう話になりますで同様に問題4番とかの個別原価計算とかも、まあ、この問題なんかも結局ポイントになってくるのはこの軽微な子孫の取り扱いとかこの作業クズの評価額の取り扱いのところっていうのがまあ論点にはなってくるのかなと思いますんで、まあ、ご自身で一回原価計算表を下書きとして作っておいて まあこの軽微な子孫に関する評価額それの取り扱いと作業クズの評価額の取り扱い原価計算表上どうなっているのかというのを、まあ、次の2回目以降とかは確認すれば別に一から解いていく必要性もありませんので、ねまあ、そのあたりは、ね、なるべくまあ時短をしながら、ねまあ、この問題のポイントを絞った上でまで、あ、回転数を上げる作業っていうのをしていただくと無駄はないのかなと思います、はいまあ、個別原価計算は、ね、大抵の問題原価計算表 的なものを、ね、下書きとして作っていかないといけない問題が多いんでねもう事前にそれを残しておいて2回、目以降はそれを見ていくと、まあ、総合原価計算も同様ですねもうボックスっていうのは1から何回も書いてもしょうがないのでもうボックスは残しておいて、まあ、次からは、ね、あの基本的に原価配分の流れだけ確認して、まあ、どこが計算上間違いやすいポイントなのかっていうのをつかめるようにしてあげれば、まあ、本当に無駄なく、ね、その辺の計算の回転率っていうのは高めることができますんで。 とにかくなるべく時短するというところは、ね、意識的に取り組んでいただければなとは思いますね、はいまあ、無駄なそういう下書きっていうところを、ね、何回も書く必要性はないんだと、はいまあ、こういうふうな作業を、ね、あの普段の計算問題集を回していく中でも取り入れながら、ね、なるべく回転数が高まるように、まあ、今後ね進めていただくとまあいいのかなと思いますで一方、理論対策なんですけども まあ理論でまあ最低2問ミスですね、まあ、6問は何とか失守したいっていうふうに考えたときに、まあ、結局これもね使える教材は一問一答問題集かテキストぐらいしかないので何かそんな市販のね教材とかを買う必要性も全くありませんから、まあ、一問一答問題集とかテキストの理解度を高めるっていう作業につきますねで今回ちょっとねまあ意地悪な問題というかまああんまりこういう問題過去なかったんですけどこの原価計算の分野の問題1なんかね まあ珍しいですね、原価計算基準の原文書いているかと思いきや、あの続きの文章で、ねまあ、その原文の解釈というか、ね、まあ、試験員の捉え方というところを、ねまあ、文章で示していて、それの整合判断を問うというちょっと変わった問題です、まあ、あは簡単なんですけどね、ね一番最後のこの就業時間から手待ちを引いた実動時間、これが段取りと直接作業から構成されると書いてますけども。 まあこれは正しくなくて段取りと加工と間接作業から構成されるというのは正しい表現ですからこれは別に労務控え系の知識があれば対応できるレベルかなと思いますので「あ,あ」は別に×だと選べる方多いと思うんですけど「い」についてもちょっと悩ましいですよねこの1行目から2行目にかけてはね普通に原価計算基準の原文から引っ張ってきておいてでこの機能別分類に着目してこれは ABC 適用するための実質的な基礎であるとかって言っていてこれまあ あんまり自信を持って丸とかバツとかって選べる方少ないとは思うんですよ。ただまあなんとなくね、内容的にその機能別分類っていうのがどういうもので、確かにその活動原価を集計するときに、まあ、機能別の原価の分類っていうのが関係してくるなっていうその辺の紐付けっていうのができていればね、あの整合判断っていうのができる問題です。 結局、活動っていうのも部門を細分化して、ね、そういった機能に着目して細分化したものになりますんで、各活動に原価を集めるときに、まあ、その原価分類として機能別分類っていうのが必要になってくるっていうね、まあ、そのあたりね、あのー、現場で判断できたかどうかって感じです。事前にこの選択肢を見ておくとかって無理ですから、あのー、そこはね、まあ、原価計算のそういったまあ一般的な理論の解釈っていうところをしっかりと身につけていただいた上でね。 今のような捉え方ができるかどうかっていうのが「い、まあ」のね正誤判定をする上では重要だったとで「う」については、まあ、これも最後の一文なんか見たことないと思うんですけど、まあ、原価計算数値は複式簿記行に組み込まれ原価計算によって提供される内訳記録と複式簿記により提供される合計記録とが有機的に結合されるとかっていうね まあこれ自体は別に表現として見たことはないと思うんですけどただ、その原価計算制度っていうのは、まあ、これは財務会計機構と有機的に結合して行われるっていうこういった表現は基準の2番で見ているとは思うんですよで、その有機的に結合されるというのがどういう状況なのか、まあ、帳簿と原価計算のそういった計算結果っていうところが密に連携をとっていますよっていうねそこのまあ有機的な結合のニュアンスっていうところがちゃんと捉えられているかどうかっていうのを確認するための選択肢になってますね まあ、うは別になんとなく正解かなとうう選べるのかなとは思うんですけども、まあ、とはいえあんまり、ね、何言ってるかあの感覚的にわからないなという印象を、ね、持ってしまう内容だったのかなとは思いますがそのあたりの基準の対策とかをしていくときにも有機的という表現がどういうニュアンスなのかというところを、ね、あの捉えられているかどうかというのがポイントだったとだから、まあ、ある意味、基準学習がちゃんとできていれば、ね、うについては正解だとうう選べたのかなというところです。 で最後の絵については、これもまあ珍しいですね、最後の一文の原価計算担当者にとって物量こそが管理すべき変数とかって言ってますが、まあ、何が言いたいのかっていうところで一、ね、回読んだだけじゃあんまりピンとこないところかなとは思うんですけども、まあ、原価計算担当者っていうのは、別に、ね、その物量的な情報について管理責任を負っているわけでもないんでね、なんかもっともらしいこと言ってますけども、別にそんな物量に責任を負うわけでもありませんから。 まあ管理すべき変数であるとかって言われてもまあおかしいなって感じではありますね、はいまあ、ただこの問題1みたいな問題っていうのは、まあ、今後出てくるかどうかわからないんですけども、まあ、こういう問題っていうのは全く同じ足を事前に見ておくっていうのはまあできないんでやっぱりまあ原価計算のその理論的な考え方のところを、ね、しっかりと足元を固めるほか対応策っていうのはないのかなとは思います、はいまあ、最悪間違えてもいい問題なんで、まあ、これ以外の原価計算理論 残り3問があと管理会計の分野についてはあの、まあ、問題の9が、ね「Q」がちょっと選びづらかったところかなとは思うんですけど、まあ、選択肢の「う」のところが、ね、この中期の経営計画が設定された後に戦略が策定されるという話になっているんですが、まあ、これ前後関係が逆になっているという記述になっていて。 まあ戦略を作った後にそういった中期の計画なんかが作られていきますよっていうね、まあ、ここはまあなかなか経営学の知識とかがないと判断が難しいところだったのかなという感じです、はい、ただまあ何とか他の選択肢からねあの選べる内容ではあるので、まあ、よく言うと正解してほしいレベルではありますけどもまあちょっと難しい内容だったかとは思いますでこれ以外はあのそんなに難しくないというか比較的整合判断が 問題の10とかも特に難しいことは問われていないですし問題のまあ13とかも特段変わったことが問われているわけではないので、まあ、普通にもうテキストレベルの内容になってくるかとは思います。 で最後の問題の16っていうのがあんまり見慣れない選択肢なんでね、まあ、この辺りでちょっと戸惑った方もいるのかなとは思うんですけど、まあ、特にアメーバの辺りなんかはねあんまりしっかりと勉強してるっいう受験生は少ないところなんでなんとなくは分かってるけどあの細かいことは知りませんって方がほとんどだとは思いますでただこの問題16の選択肢の1っていうのは別に細かいことを問うてるわけでもなくて この各アメーバ組織が製品開発、生産、販売、管理など全ての機能を持つ独立採算性とかって書いていますけど当然、アメーバっていうのはこれ小組織単位に対して、ね、小集団に対して利益責任を課していこうというそういったマネジメント手法なんでその小さな組織単位、まあ、大体10人から多くても50人ぐらいの規模感になってきますけどそこに全ての機能を持たせるなんていうことは実質的に無理ですから普通にありえないわけですからね。 その辺りのね、イメージっていうところが、あのー、ちゃんとついたかどうかっていうのが、まあ、この意のね、正誤判断できるかどうかに関わってくるのかなとは思います、はい、だからこれもね、全く同じ足を事前に見ておくことは当然できないので、まあ、アメーバ経営っていうところが、まあ、どういうマネジメント手法なのか、まあ、大体の概要っていうところが自分の中でね、ちゃんとイメージを固めておくっていうのが今後の対策としては重要で,でそのためにはね その単に一問一答問題集とかをあのこの選択肢丸、丸この選択肢、×とかっていうふうにやっていくのではなくて、あのちゃんとこの選択肢はなんで丸なのかとか、まあ、この選択肢はなんで×なのかという、そこのまあやっぱりアウトプットを意識した、ね、あの問題演習っていうのを取り込むというのが、まあ、今後、必要にはなってくるのかなと思います。 もうある程度、ね、何回転もやったとっいう方いらっしゃるとは思いますけど、まあ、表面的になぞっているだけの可能性がありますから、まあ、今回、理論で点が、ね、全然取れなかったとっいう方は、そういった、ね、ちょっとアウトプットを意識した、まあ、問題演習というところを、ね、あのやっていただくとよろしいのかなとは思いますで次のまあ12月まで、ね、残りまああの半年弱という形になりますけども。 まあ今回の5月担当、ね、一回本気で望まれている方々なのでもうとりあえず範囲としては一回網羅をしているわけですからあの今からまだ上級講義を受け始めている人たちもいる中で、ねまあ、かなりのアドバンテージを持っていることは間違いありませんのでできれば次の12月の合格を確実なものにするためにはその 9, 月に9月ぐらいから始まる担当ポイントアップ討連ですね、まあ、ここまでに一旦その仕上げていくという作業をやっていただくのがまあ重要にはなってきますので。 まなるべく前倒し前倒しで勉強していただいて、ねまあ、9月が本試験なんだとうう想定した上で残り3ヶ月弱ですね,もう,ねもう直前期って感じになりますけど、まあ、そういう危機感を持って、ね、臨んでいただくと12月の、ねまあ、合格可能性というところはまたぐんと上がってくるのかなと思いますのでもう基本的にもう5月担当はないものと考えて、ね、臨んでいただくっていうのがまあ望ましいかと思いますから、まあ、次は、ねまあ、絶対に受かるようにちょっと、ね、ぜひちょっと今の話なんかを参考にしながら進めてみてください。 まあ、それでは管理会計からは以上となりますので、次、じゃあ、財務に変わりたいと思います。はいえー、それではです、ねまあ、最後、ね、財務会計論ということで、えーまあ、12月に向けての、ね、対策ということで、進めさせていただきます、はいえー、でお手元にはです、ね、まあ、一応、財務の確保問と、えーまあ、この12月に向けての、まあ、科目別対策というレジュメント、ね、あの2点あると思いますので、まあ、一応、ね、ちょっとご確認のほうをお願いします。はいで ええー、まあ先日ですね、昨日合格発表がですね、行われて、まあボーダーは全体としては69%、えー、ということで、 まあレックのね想定ボデルはちょっと高くて、ただ一般的なボデルは少し低めだったんで、どうなのかなというところなんですけれども、うんまあでもやっぱり5月の試験、少し、昨年度もそうなんですけども、ちょっと厳しめな試験で、少しまあ合格者があのまあまあ絞られていると、12月に比べるとまあ絞られているということで、10年ぐらい前もねあのそういう時代だったんですけれども、 また再びです、ね、そういった5月の合格者が多少絞られるような時代が来たのかなという感覚はしますね、一時期、12月と5月の水準というのはそこまで差がねなくなったんだけれども、ここ2年間ぐらいはです、ね、少し今絞られているという状況で。で まあそのね、ボーダーをね、見ていくと、その69%パー。ただ財務会計のボーダー、ね、科目それ自体で考えるとですね、この前の5月の試験というのは、まあ6割120点とか128点ぐらい取れれば、まあ、まあ十分に財務会計単体で考えたときのですね、合、え、格、ー、ラインかなとは思えるんですよ。まあ十分にね、あの、全然悪くないと、よくできましたっていうラインなんだけれども、うん、ただ、まあそのね、財務会計の120とか128点で、 えーまあ、他の、ね、科目もボーダーを積み重ねていっても多分全体ボーダーの69%には達しないので、えーまあ、少し上積みが必要だったのかなと。なのであの、まあ、財務単体で考えていくということではなくて全体としてのボーダー69%を、ね、突破するということで考えたときには、まあ、多分もう1台。 とかですね、あと1.5台ぐらいのです、ね、点数の上積みが必要かなと思います、なので財務会計でいうと130点台中盤ぐらいを取っていかないとあの全体としてのボーダー69%には届かなかったとっいうです、ね、あのまあ結論には多分なると思うんですね、えー、なので、まあ、結構ね厳しい試験だなとは思います、あのまあ要は、ね、正当可能性が高い問題を全部拾っていってもです、ね、100その130中盤にはなかなか届かないというところなので。 えー、なかなかですね、こう五月の担当というのは少しあの厳しい担当になる、まあ少しね運の要素とかもですね、あの関わって、えー、くるのかなっていうね実感は、えー、します。はい。えー、なのでまあ五、ね、月の担当に向けてどういった対策を立てていくのかっていうことはあのなかなかですねまた。 来年の,その5月の担当に向けてということになってしまうんですけれども、ただそもそも、あの、次の試験は12月試験で、まあ12月試験と5月の試験って多分その、温度感というかですね、対策の仕方っていうのはもう違ってくるかなと思っておりまして、で、まあ12月っていうことを考えると、まあこれはもうずっとそうなんですけれども、5月のようにですね、その合格者が絞られて厳しいっていうものではなく、まあ例年通りですね、 まあ簡単ではありませんけれども、お、ま、そ、あ、らくその、ね、できる問題を確実に取っていけば、まあ、12月の方に関しては合格、ね、ラインをです、ね、突破できるんじゃないのかなとは思っております、はい、だからま、また、ね、その5月の試験を狙うということであればです、ね、少し、えー、対策は考えていかなければいけないというところではあるんですけれども、まあ、まあ12月試験ということをです、ね、考えていけばです、ね、えーまあ、今まで通りり、ね、とにかくみんなができる問題を確実に取っていくということで、合、ま、格、あ、ラインは突破できるはずです。はい でそこでもちょっと、ね、レジュメで、まあ、今回の試験なんかを、ねえー、踏まえて、えー、分析を、ねえー、していきたいんですけれども1ページ目ですかね、えーまあ、計算問題の方からです少し入っていきます、はいえーまあ、一応です、ね、ABC で,です、ね、3段階で、まあ、そのランク付けというか、ねまあ、絶対落とせない問題と、まあ、できれば取りたい問題と、まあ、埋没ですね取る必要がない問題とですね、えー、3段階で個別の計算を、ね、分けている表が1ページの括弧一にございますはい なのでまあ、今回のです、ねえーまあ、5月の試験を突破するということを考えるとです、ね、この A ランクの問題を全て取っただけだと,ちょっとです、ね、だ若干足りないと、だから B ランクの、ね、問題を、まあ、1台とか、ね、取らなければいけなかったりだとか、まあ、ミスがです、ね、ほぼ許されないような状況になるということなので、まああのまあ、少し厳しいかなとは思うんですね、はい、ただ、まあ、例えば12月の試験ということを考えると、まあ、ミスをなくして A ランクを取れば、まあ、合格ラインには達するかなと思うんですね。はい えー、まあなので、とにかくですね、あのー、基本的な問題をですね、落とさず取るっていうスタンスで、えー、何か難しい問題をですね、えー、特別にあの取り組んでいくっていう必要はございませんので、まあ今回のね、試験であれば、 共通社会の株式移転であったりだとか、あと総合問題の中でもですね後半はですねかなり難しいまあ共通社会の問題というのも出ていました、まああいう問題が、ね、出てくると、あの必ずそういったね総合問題とかですね応用問題、難しい問題をですね、えー、解くために練習をされる方がいるんですけれども、まあ、基本的にはですね え別に同じような問題、いやこ、この問題の中から出ますよみたいな範囲があればですね、そういう問題を対策を立ててもですね、それは有効な対策になるかもしれませんけれども、あの、特に会計試験っていうのは、この中から出ますよみたいな範囲があるわけではないので、まあ、仮にその難しい問題の対策を立てたとしてもですね、あの、本当にあの、応用的な理解が伴ってないと、えー、別の問題が出たときにですね、結局解けるようにならないんですよ。えー、なので、別に難しい問題を解けるようにするですよ。特に12月に関しては、あの、ないので、 あの応用的な問題というところにです、ね、あの別に時間と、ね、気持ちを取られる必要は全くないと思ってください、はい、別に応用問題はやる必要はありませんですかまあ結局、応用問題が出たとしてもです、ねえー、埋没になる可能性が非常に高いですから、はいえー、なので、まあ、そのテキストや問題集に載っていて講義で扱っていて、まあ、まああののランプ教団とかで、ね、やってくださいみたいな、えーまあ、印がある問題だけやってもらえれば基本的には OK ですから講義では扱っていない。 ね、でも、適切に載ってるっていう問題あります、確かに応用的な問題ね、適、え、切、ー、に載ってるけれども、ここで、虚偽では使ってない問題あるんだけれども、まあ、そこをねあの、例えば自分で取り組んだりする必要っていうのは全くありませんので、はいまあね、ちょっと難しい問題が、今回のね、えー、5月試験では、計算部分では出題されましたけれども、はいまあ、そこを取る必要っていうのは、基本的にはないんだと思ってください。はいですかね まあその中でねやっぱりそのポイントになってくる問題というのはこのまあ B ランクとされている458たりの問題が一つポイントになってくるというところで,であのまあこのあたりはねちゃんと計算と理論がリンクしていればあのまあ特に4と8は解けるはずなんですね。と,8は解けるとねまあ5はいろんな資料があって税法の知識なんかも必要になってきたりだとかするので5ですかねはいえ5は あの若干、まあ、難しく感じるかもしれませんただ結果的には考慮しなくてもいいのであの素直にやってもらえればね実はすごい簡単ではありますけれどもね、えー、ただいろいろねあの収容とかがあって、えー、考慮しなくてもいいということを知らなければいけないというのが、まあ、難しかったのかもしれませんただ48はですねあの特に既存のです、ね、理論の知識をですね駆使していけば正誤の判断というかね計算はできると思うのでちょっとそこは一瞬見ていきましょうかね例えば問題の4だと、まあ、意外とねあの 受験生さんはできていなかったんですが有価証券のですね資料の中から投資その他の資産に区分すべきですね金額の合計額をですね求める問題で,で多くの受験生さんがですねあのまあ引っかかってしまったところっていうのは資料の2番の B 社株式なんですねはいでえまあ B 社株式、まず政策保有目的なので今日はその他になります。 はい。で、まあおそらくね多くの受験生さんはこの一年以内に売却することが決定されたっていうここなんですね。ここでですね、あ一年以内に売却することが決定されたので、まあその一年基準でまあ流動に区分するっていう判断をしてしまって、えー、間違えたっていうパターンが非常にあのまあ聞くと多かったんですね。はい。まあただあくまでもまあその手有価証券であります。で政策 保有目的を解消したとしたってその他はその他ですからね。売買、満期保有、子会社株式、関連会社株式以外の有価証券はその他なわけですよ。ということは別に政策目的がその他ってわけじゃなくて、政策目的を解消したってその他はその他なんですね。えー、ということはその他有価証券で株式なので、別に1年以内に買売却することが決定されようが決定されまいが、その他の株式は固定、つまり投資者の他さんに区分すべきものなんですよね。それって、 間違えた人あの結構多かったんですけれども、簿記の、ねまあ、レックだったら入門記の、ね、テキストさんの一章に載っていますから、その手許可書券の表示区分って。ね、講義で板書もしています。ね、株式は固定、債券は1年基準。これがその他の他 流動固定の分類なわけですからその部分がきちっと頭に入っていればね、まあ、多少不安かもしれませんけれども、あのーまあ、ある程度、固定なんだなその他、有価証券の株式は固定なんだなって判断はできるはずなんですね、別に一年基準じゃないわけですけど株式だからね、株式ですからね、株式で一年基準使うのは基本、親会社株式だけですから。はいね、だからそのあたり の理論的な知識であったりだとか、貸借対,対象への表示区分にまつわるです、ね、表示がです、ね、整理されていればです、ね、ほ、えーまあ、他はまあ簡単なのでね、この問題って、1、2、4はね。えー、なので、政党はできたはずなんですよ、政党はできたはずなんですね。はい、で、まあ、今回の試験ということを考えると、ここは正解したかったんですね。 まあ多少、引っ掛けというか、ね、あの難しかったかもしれませんけれども、でも理論の知識がきちっと整理できていれば正体、正当あのできるわけなんですよ、だから従来の5月だったら、ここをね落としていてもよかったかもしれない、でも今回、そしてまあ来年以降の5月であればね、こういうところを正解していかなければひょっとしたらいけないようなあの、まあ、状況かもしれません、はいまあ、ただ12月の試験ということを考えると、まあ、ここを落としても問題なかったのかもしれないんですね、次のね。はい ただ、やっぱりこういうね、理論がリンクしている部分で、かつ、まあこの問題4ですね、リンクしているとは言っても、別に表示区分の話ですから、そんなに難しい話ではないんですよ。はい。だからきちっとね、特に正確にっていうところですね、正確に整理できているかどうかっていうのがね、問われましたと。はい。だから問題集の問題とかね、ゴリゴリやって、あの、まあある程度ね、問題集の問題も、あの、かなり精度高く解けるようになりましたよっていう方で、 もし、ね、今回の試験、あんまり点数が、ね、特に財務の計算で伸びなかった方は、まあ、こういう部分をね今一度あの整理していただきたいと思うんですよで。それは問題8でも同じようなところで、問題8っていうのは、ですね、まあ、これ、ちょっと説明には載っていないんですけれども、パターンとしては、新株発行と自己株式の処分を同時に行うというケースで、まあ、自己株式の方で処分差損が出てしまっているんですね。 で処分差損が出ているようなケースだけであればテキストでやっているんだけどもこれ新株発行に伴う払い込み金額よりも処分差損が大きいケースっていうパターンなんですねだから通常は新株発行に伴う部分が資本金になってもし処分差損が出たらねその資本金を削っていくみたいな種類だと思うんですよ通常はねでも、あのー、そもそも、まあ、その新株発行部分の、ね、増加資本金よりも処分差損の方が大きいので、まあ、どうせないんだみたいな話になったと思うんですけども はい、ただ結局、自己株式の処分差損で減らすことができる資本というのは、資本金じゃなくて、その他、資本上金なんですよね、皆さんの簿記の種類の中で、自己株式を処分したときに、資本金を減らすことってなかったと思うんですよ、だからその部分をですね考えていくと、今回は確かにもうね、新株発行部分よりも、自己株式の処分の差損の方が大きいので、資本金はもう一切増えませんと。 ね、資本一切増,え増えないでも、もう資本を減らす方で資本金を減らすというのは今までやったことがないからおかしいなということをまあ考えることができれば、まあ、この変化なしというところにですね、あのーまあ、丸をというかね、選択ができたのかなと思うんですよ、まあ、これ、資本金のね、えー、金額かな、資本金の変動額か、資本金の変動額について答えましょうというところですから、ね、はいまあ、このあたりもです、ねまあ、理論の知識というよりも、今までのです、ね、内容をです、ね、きちっとこう抑えているかどうかというところになりますので、 はいまあ、ここはねでも、まあ、あの正当できた方は意外と多かったというかね、ね意外と多かかったというか、まあ、普通にあの結構いましたので、はいまあ、間違えてしまった方は、こう例えば、テキストにこのパターンがなかった、やってないということですぐに諦めちゃったりだとか、既存の知識を使って問題を解きましょうっていう、えー、その粘りが、ね、ちょっと足りなかった可能性はありますね。ですか 本当に手も足も出ないようなものであればですね、その既存の知識を使って頑張ろうとかってやってる時間があるんだったら他のね、もうちょっと優しい問題に時間を費やして見直しをした方がいいんだけれども、まあこの問題は少なくとも手も足も出ない類の問題ではないはずなんですよ。だから手も足も出ない問題だったらもうね、六択勝負で、次に行くっていうことでいいんだけれども、まあこのようなですね、問題であれば、まあなんとかその既存の知識を使って粘ってね、え、ー あのパターンはこうやって処理するから、まあ、これを使えばこうなるだろうみたいな、ですね推測でいいのでやってもらえると、えー、まあ少し、ね、点数は伸びていくのかなと思いますので、はい、だからまあ今回の試験は、ね、ちょっと厳しかったんですけども、こういうところで,です、ね、少し上積みが必要だったのかなと思いますね。はい、あとはミスが、ねえー、少なくなるという、まあ、そこですね。まあ、特に ミス財務会計の場合だとさ、ねまあ、些細なミスだろうが、まあ、その花らしいミスであろうがとりあえずミスして失点したら8点であるんで,で結構大きいんですよね、8点ということは、はいまあ、2台ミスすると他の科目の3台分になってしまうんでうんなんとかそのミスを、ね、少なくする努力というものは、えー、していかなければいけないと思ってください、まあ、これは、ね、当然その、ね、5月に向けても12月に向けても変わらないところではあるんですよ、少しでも少なく、ね。 え、していかなければいけないので、まあ、前科目ね、例えば、1台ずつミスを減らしていくと、合計で23点ですね、点数が上がりますからね、23点って4.6%とかですかね、これ、そうですね、多分、4.6%ですね。え、結構でかいですよね。前科目1台ずつミス減らすだけで4.6%ですから。はい。なので、まあ、少しでもミスを減らすっていうことは必要であり、まあ、1つね、ミスを減らすっていう観点からすれば、 えーまあ、やっぱり意識しなければ絶対減らないんで問題集いっぱい解けばミス減るかって言ったらおそ、まあ、らくあ,のあまり減らないですので、まあ、自分がどういうミスが多いのかっていうのを、ねあのーまあ、ある程度問題解く中で、えー、分析してみると、まあ、どこかのタイミングで、ね、どういうミスが多かったのか書いてみるとかミスをするたびにです、ね、こうメモを取って、えー、で1か月ぐらいやって集計してみるとどういうミスが多いのかなと、ねまあ、全てのミスを、ね、減らしていくっていうのはなかなか、ねあのー、特にミスが多い方っていうのは。 ミスのですね、種類も多いはずなので、例えば1ヶ月集計すると、多分とんでもない数のね、ミスになると思うんですよ。で、それを全部減らそうとすると、余計頭が混乱しちゃうんで、その中で、まあ代表的なものをですね、えー、ピックアップして、まあこれらのミスだけは絶対にやらないようにしようとかっていうことですね。ある程度こう、意識をしていかないとミスは減らないんだと思ってください。まあ私もかなりミスが多いんで、あの、なかなかまあ、あの当時はね、その、どうやってミスを減らすのかなっていうことをですね、まあよく考えてはいたんです。はい。 まあ私の場合は結果的に、いやいや、ミスを減らすよりも、とりあえず点数伸ばしていこうみたいな感じで,ですねえ切り替えちゃって、ちょっとミスを減らすえ作戦は途中からもやめたんだけどもね、うん。まあただ、意識しなかったら治らないっていうのはね、これは私はまあ自分もね、自分自身の受験生時代をもってね痛感してるんで、そのあたりは、性格的な問題にもあると思いますけれどもね、意識はしてくださいということと、あ,あとその結局、本試験は、 制限時間の中で緊迫感を持ってですね、えー、試験とですね、向かい合っているんでミスが増えるわけなんで、まあそういう緊張感をですね、えー、普段の学習の中でもですね、ある程度持つ必要があると。まあそれ通れを解くっていうのは当たり前なんですけども、それ以外でもですね、ある程度例えば時間を分かって問題を解くとかね、知、えっ、ー、ていった方がいいかなと思うので、まあ普段ね、例えば1台1台時間を分かって問題を解いているっていう方も、もう少しですね、まとまった単位で問題を解いて、まあ例えば、10台まとめて1時間で解きましょうとか。 ちょっと本試験に近づく学習っていうかね本試験の、えー、シチュエーションにです、ね、近いようなです、ねえー、学習時間っていうものを取っていくと、まあ、少しねそのメンタル面でも慣れてくるとは思いますので、はいまあ、ちょっと一台一台時間測ってといてね一台時間測ってといて答え合わせしますよっていうものだと緊張感が長続きしないので、まあ、もしねちょっとそのミスが多いっていう、ね、自覚がある方は。 まあ少し、ね、多くの問題をまとめて、ねえー、時間を計って解いて、まあ、その中で少しでも本試験に近づけるというようなです、ね、イメージで学習をしていくと、まあ、少しそういう練習にはなると思いますのでやっぱり平常心で解くことができればミスって、ね、そんなに多くないと思うんですよ。まあ、それれでもも多いい方はいるかもしれませんけどね ただ、やはりその緊張感ある中で、本試験のです、ね、中で、どうしてもミスはです、ね、多く出てきますので、はいまあ、そのあたりですね、当然、ね、緊張感を持っておくというのは当たり前なんだけれども、それ以外でもね、あのちょっと本試験の出者に近いものを、普段の学習の中で取り入れていくというのはあのいいかなと思うんですよ。はいですかね、なんで、まあ、まあとにかくミスを、ね、減らしていかなければいけないんだと思ってください。まあ、基本で、ね、ミスなかったら、多分ね、ほとんどの人ってです、ね、合格点取れてるんですよ。 ほとんどの人って多分ミスって本当に多分ね前科もかわせたらまあひたすら10代ぐらいミスで失ってると思うんですねうんでまあそれはねつきもので結局受かった人も10代ぐらいミスして受かってるわけなんでまあそれも実力って実力なんだけれどもねまあそこを少しでも減らす、えー、努力はあのー、していいんじゃないのかなと思いますはいっていうのがまあ計算部分ですかねまああとはその総合問題に関しては近年は非常に優しい問題が多く、まああのー、この前のね問題は後半かな 26,27,28はもう難しいから、非常に難しいから、そこに関しては無視なんです。ただ逆にここにあるとおり、前半、23,24,25ってのはめちゃくちゃ簡単なんで、これで時間もほぼかからずにですね、解けてしまうんでね。はい。だから、まあ近年見ると、前回以外はですね、大体この問題23,24,25レベルの問題が、総合問題の6分の5を占めていたということなので、 まあ前回は少し難しい問題の割合が、ね、多かったんですけれども、高かったんですけれども、まあ、通常、前回の5月以外はですね、えーまあ、6台あったら5箇所ぐらいは優しい問題なので、うんまあ、そこに関しては確実に優しかったら取っていく。で今回見たくね、ちょっと極端に難しいというか、なんか見たことがなかったらもうそれはしょうがないんですよ。だから無視ですね。えー、そこを粘るたちは正直ないかなと思うんですよ。はい。 だから難しい問題、分からない問題、明らかに難しくて、明らかに分からない問題は粘らないということですよね。それだったら、分かる問題の見直しをした方がいいと思うんです。はい。だから、そのあたりはですね。 まあどこまで学習が進んでいるのかにもよりますよ、まあ、本当に企業結合とかです、ね、得意で、かなりこう理解できているという状況であれば、あの26、27、28という問題も解けた方もいるかもしれません、でもそれってもう受験生レベルをはるかに超越しているようなね、あの本当に理解できていないと、今回のです、ね、26、27、28というのは難しかったんで、あのーまあ、そういう方は少なかったとは思うんですけどね、はい、だからまあ別に企業結合に限らずですね、えー、あとまあよくあるのは税効果、難しい問題で。 明らかにこれ問題集でやったことないのか。そういう問題が見受けられたらですね、もう、あのー、無視というかね、六択勝負で構わないんで、はい、できるところを見直しをしていくようなイメージでいいかなと思います。ね、まあ逆にね、今回この問題23、24、25あたりでですねうん、ちょっと難しいなとか、うまく正解できなかったなっていう方は、もうこれはね、圧倒的に総合問題の対策が足りてないんですよ。もうそれだけです。はい。まあなので下にあるりまり、まあ、総合問題対策のね、えー、問題を解いて、 何とかね、相互問題を強化していかなければいけないとで、これは論文の話になってしまいますけれども、この近年のですね担当試験式の相互問題、レベルで、ひいひい言っている状況だと、論文の時にはですね、これはかなり大変になると思ってください。論文と担当の大きな違いってやっぱり連結会計の相互問題のボリューム感と難易度の差が一番違います、計算部分では。個別問題ってのは、ね、担当と論文ってそんな変わらないんですよ。 やっぱり総合問題が一気にボリューミーになって、まあイメージとしては連結 PL と連結 BS0 ベースで作りなさいみたいな、そういう感覚の問題に論文はなってくるので、だから今回の5月の試験の問題23、24、25あたりの問題はもう一瞬で解けなければいけないぐらいのイメージなんですね。まあ逆に、その後半3台は論文生でも解けない問題なので、もうそこは無視して構わないんだけどもね。 はい、なので、近年の本試験、ね、えーまあ、今回の5月でもいいですし、前回の、ね、12月とかでもいいですけども、も総合問題難しいなと、えー、ちょっとね、点数が取れないなって感じられていた方は、まあ、これ、論文も、ねえー、考えていくと、もうちょっと総合問題対策にです、ね、強化、力を入れていくべきだと思います。はいまあ、ここ最近の総合問題はです、ね、点数を取れるっていうね、えー、そういう位置づけに変わってきます。従来の、ねあののーまあ、年3年前ぐらいいまでの総合問題っていうのは 部分点を取ればいいと、6台ある中で、まあ、少し時間使って、2個、3個、部分点狙いで、で、まあ、大体相互問題解いている途中に、時間がやってきて、まあ、2問取れましたよ、3問取れましたね、よかったねっていう、そういう感じだったんだけども、ここ最近はね、相互問題は結構点数が計算できるというか、そういう位置づけになっていますので、相互問題である程度ですね、点数はまあ取っていく必要があると思ってください。はい。なので、 まあ、とりあえずねあの、苦手だという意識がある方は、えー、トーレンなどを使って、えー、あと、相互問題の、ね、問題集とかもあると思いますので、まあ、そういうものを使ってね、対策を立てていくようにはしてください。はい、で、次いで理論ですね。まあ、理論はもうねあの、5月のね、担当が終わった後の分析会でも言いましたが、もう簡単なんですよ、とにかくね、ここ最近は簡単ですから、まあ、今回であれば1分の八は必須、そしてミスが許されないと、まあ、そこも厳しいんですけどね。 10台あって、8台簡単。1台はちょっと引っ掛けがあって、1台は埋没っていう、えー、ラインナップだったんですね。で、まあ、その8台簡単の中でね、まあ、1個ぐらいミスしてもね、許されるっていう状況が今までだったんですけども、今日のね、その今回の5月の担当式試験を突破するためには、簡単な8台の問題、1つのミスも、まあ、正直許されなかったかな、というところなんですね。はい。だからそのあたりが、まあ、少しね、今回の5月の試験では厳しかったところにはなるんですけれども、あの、ただね、あのー、 ミスなく8台解ききれるぐらいに簡単ではありました、はい、だから、この8台、まあ以上ね、問題1、2、7、9、11、14、17、22ってラインナップを上げていますけれども、まあ、これらの中からです、ねまあ、ミスしたっていうところであればしょうがないかもしれませんがその本質的によく分からなかった部分があったらです、ね、これいろんな部分に関してはあのまあ勉強が足りてないと思ってください勉強が足りてない。 なのである程度、理論に時間をえかけてやらなければいけないんですけれどもえただ、これはもうね毎回あの言っていますが結構、簿記のテキストからですねえ出題されている内容が多いです。これは前回の5月のね担当式資金後の分析会で,ですねどの足が簿記のテキストから判断できるのかって全部チェック入れたと思うんですけれどもあの半分以上ですね、全部で40足あるんですけども10代だから40足の中でえ21かな。 52.5%だったと思うんでそしてね40足の中の21足は全部募金のテキストから判断できるんですよ半分以上はいだから募金のテキストちゃんとやっていればねそして計算処理がちゃんとできれば半分の正誤の判断っていうのはつけられるんですよ募金か,から理論レジェンドの特有の細かい話じゃなくてねはい、えー、なのでちょっと今後の理論対策としてねまああのか こ簿の記の,の,、ね、のテキストの各論っていうのを基本的な説明部分を理解して読んでいくってここが、ね、すごい重要になってきますよと、まあ、これは前回からも言っていたんですけどね、はい、この辺りからの出題がここ近年の本試験では非常に多いです、まあ、実は論文式試験もそうなんですよこういうところからの、ね、基本的な出題が多いので、まあ、当然、レジュメの読み込みは必要ですよそれだけで合格レベル、ねえー、合格ラインをです、ね、取れるわけではないんですけどねそれだけで合格ラインを取れるわけではないんですけれども えー、ただ、まあ、その部分をきちっと読んでいけば確実に取れる選択肢がいくつもあってでそれって入門期でね簿記のところでやっているわけなんですよでそういう部分を落とすとやっぱり痛いんですしそういう部分っていうのは、まあ、基本的には誰しもがね整合、えー、の判定ができる簡単な足っていうふうにです、ね、扱われますので、えー、よくねその簿記のテキストの説明をね解いてくださいっていう話はね私は講義の中でもですねたびたび言うんですけども えー、そうすると、本当に説明だけあのページの説明だけを見て解く人がいるんですけども、あのー、説明を解くということはその前の部分の説明を読んだりだとかねこう注釈のワンポイントを読んだりだとかそういうことも含めて説明を解くということになるので,ですか、あのー、きちんと、ね、本当に説明だけ解いて電卓を入れて終わりじゃなくてねちゃんとその周辺部分の説明をきちっと読んでねで表なんかがあればね、えー、その表を見て貸借、まあ、対,対象とか損益計算書の、ね、表示部分を整理をするというところも含めて、ね、説明を解くということだと思ってくださいはい。 かねまあ、あとはレジュメの見込みは当たり前ですけども、まあ、1問1問も一問一答も従来、B ランクまでやってくださいってよく言っていたんですけども、も、まあ、ここ近年の本試験を見ると、ね、B ランク問題に相当する問題ってそんなに出てないんで、まあ、過去問はね、まあ、これ、焼き直しが多いので、過去問はマストとしてね、一問一答やられる方もですね、まあょう、A ランクぐらいまででいいのかなと思います、ここ最近の傾向を見ると、一、はい、問一答分量多いですよね、まあ、過去問だけでもいいですよ、別に。 余裕がなければ。各問プラステキストの説明部分やレジュメを読んでもらえれば、それで十分なので、はい。ですかね。いやで細かい足、ね。それ、12月、ね、出ないとは言えませんよ。でも、多分そんなに細かい足は、多くは出るはずはないと思うんですよ。ここ最近の傾向からすると。はいえー、ですからね、その細かい足をね、判断できずに、えー、点数を失うっていうのは、まあ、仕方がないと思うんだけれどもね。本当に基本的な内容のね、えー、部分で、 正誤の判断ができず失点してしまうということがもったいないですから、ねはい、まずはそういうところから、ね、基盤を固めていく必要があるんだと思ってください、はいまあ、これが理論の対策ですかねですみません、1個、ね、修正がごめんなさい、えー、あるんですがこの丸の二番残り2台のうち問題順位はできれば正当してほしいという2ページの真ん中ぐらいにありますけども残りの2台の中でですね 問題17がですね、埋没ってありますが、ごめんなさい、これ問題19ですねですか。この丸の2番の中に書いてある問題17ってのはですね、ごめんなさい、問題19のことです。問題17は正解できるんでね。問題19が連結の範囲に関する細かな知識が問われている部分で、まあ、ここは正解できなくても仕方がなかったかなと思います。レジュメにもちょっと載ってないね内容が、ね、出てしまったので。はい だから、ま、問題19は、ま、細かいんでね、埋没問題。ただ、問題12はね、引っ掛けがありますけれども、意外とね、あのー、皆さん取れていたんですね。はい。ストックオプションの問題かな。ね、意外と取れていたので、はい。だから、埋没問題ではないんですね。ええー。まあ、受かる方は、おそらくこの問題12あたりのストックオプションの問題は、まあ、取れていたんじゃないのかなとは思います。まあ、意外とですよ。意外と。だから、正当感性が高いってことではないんだけれどもね。あのー、意外と、あのー、 取れている方もいたので、はい。ですか,、ね、だから、まあ、今回のね、理論であれば、唯一の、まあ、ちょっと引っ掛けかなと思うのが、このストックオプションのね、問題十二なんで、ちょっとその青の選択肢だけ、一瞬見ましょうかね。はい。まあ、この問題十二の青ね、一瞬見ると。 なんかその公正な評価単価が見直されることはないみたいなイメージなんですよね、なな斜め読みすると、ストックオプションにかかる条件変更が行われる場合を除き見直されることはないって一番最後の部分だけ見ると、あこれ、いつものやつだなっていきそうなんですよね、公正な評価単価が、えー、条件変更の場合を除き見直されることはないと、いつものやつだっていきそうなんだけども、も、まあ、ただそこは違って、ね、費用総額の話ですからね、費用総額でストックオプションの費用総額っていうのは、評価単価にです、ね、ストックオプション数を数えるわけですよ。はい こうされる方の中にストックオプション数をかけるでストックオプション数は毎期退職の執行見込みの中で,です、ね、日々変更しているわけですから、はい、見直されることはないということはないんですよねだからまあこのあたり焦って最後の部分だけ見てねあよく見る文言ですからねストックオプションにかかる条件変更が行われた場合を除き見直されることはないってね非常によく見る文言だと思うんですよで、あの話だなこれ、丸だなって言ったら一生正解しないんですね、この問題って。 はい、だからまあ当然、のねこの条件項が行われた場合を除き見直されることはないという部分が公正な評価単価の話ということを当然知っていなければいけないわけですし、ね、逆にそれが分かっていなかったら引、まあ、っかけじゃなくて純粋に間違えということですし、ね、逆に公正の評価単価の話ということを理解していたけれども間違えちゃった方は、まあ、こう焦っていたりたとか、ね、斜め読みしてちゃんとこの費用総額公正な評価額ってこあたりをきちっと読んでいなかったとっいうことですよね。はい なので、まあ、これが引、ね、っ掛け的な要素で間違えてしまった方は仕方がないのかなとはまあ正直思いますただ理論もです、ね、これを初めて読むときが重要ですからね,ありますかねこれ一旦自分の中に先入観を植え付けてしまうとその後、見直したとしてもそれに気づかない可能性は全然ありますからやっぱ初めて読むときに丁寧に読んで、えー、変な先入観を植え付けないようにする必要っていうのはあると思ってください。 やっぱ初見で、ね、初めて見たときの感じというものをです、ね、2回目、3回目もです、ね、こう引きずりながら大体見てしまうので、はい、その1回目に見て、ねえー、選択肢の丸抜を判断したそれをです、ね、見直して覆すということってなかなか難しいと思うので、ねはい、丸だろうと思って見ちゃったりするわけなので、はい、だからよく、ね、その急いで読んで問題を3回も4回も見直しますという人がいるんですけれどもあの、まあ、3回、4回見直しても別にいいと思うんだけどもただねそのやっぱ 焦って読んで、ね、誤った先入観を植えつけてしまうと結局2回、3回、4回読んだところでですね、あのー、その先入観をです、ね、覆すことができずに、あのー、結局同じ結論になるというパターンが多いですから、まあ、その個人的には初めて読むときにきちっと読んで,で1回で、ね、問題を、ね、終わらせるというようなイメージでいいと思うんですよもう極端な話、1回問題読んだら2回目は読めないみたいな感じで読んだ方が多がミスとか減ると思いますので、ねはいまあ、そのあたりも、ねちょっとまあ、これはトーレンとかになりますけども意識を知ってもらえるといいのかなと思います。はい ただ、理論の話に関しては、もうね、とにかく、にも、えー、基本的な問題が出ていますので、細かいところは気にせず、ねえー、レジュメの読み込みは、まあ、当然のことながら、ね、テキストの、えー、各論点の説明部分を、ね、きちっとあの読んでいくということを、ね、あのちょっと念頭に置いていただければいいかなと思います。はいえー、ということで,です、ねまああのー、12月に向けてはそこまでナーバスになる必要はないので,ですが、まあ、5月になるとです、ね、少しこう合格者が絞られて、えー ボーダーラインプラスアルファ取っていかなければいけないんでプレッシャー買かかってきますから、まあさっき二のめ先生も多分最後同じようなことを言ってたと思いますけれども、とにかく12月に受かっちゃうとまあこれは12月に受かればね、あのそれは8月のオーブンまでね、8ヶ月あってもう十分に論文に受かる力を見つける期間もあるっていうところも踏まえてね、どうにかく次の12月何とかしてもね、ゼガヒでも決めるっていうですね、まあ強い気持ちで学習を進めていってもらえればと思います。はい。それではね、ちょっとあの長くなってしまいましたけれども、これで財務会計論に関してですねえ説明の方は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。